はいどうもこんにちは、エイサクと申します。今日はですね、シュプリーム全部紹介ということでお話をさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して現在フリーランスとして活動している28歳でございます。この YouTube チャンネルでは会社員を辞めてフリーランスになった私が会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね私の好きなファッションの紹介など自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方はぜひねチャンネル登録だったり、あとはね家族やこう周りの友人にも動画をご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、会社員からフリーランスになりたい、今の働き方を続けるべきか悩む、将来不安があるという方向けに無料のね個別相談会の受付っていうのも行っております。今の働き方で悩んでいる方は無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄の公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。で今日はですね、シュプリーム全部紹介ということで、私のね今日はファッション動画でございます。まあ、僕ねシュプリームって皆さんブランドご存知ですかね。はい、ストリートブランドでこう特にメンズ、まあもちろん女性も好きだと思うんですけど、こうストリート寄りのこう特に若者にすごい人気のブランドで、実はね僕もこう若者だった頃というか、まあ24、25ぐらいの時ですかねにすごいね実はハマっていて、今ね手元にあるのがこう7着ほどちょっとありましたので、もうちょっとねあった気がするんだけど、もしかしたら手放しちゃったか、まあ実際こんなもんだったかのどっちかなんですけど、はい、ちょっとねこれを全部紹介、T シャツなんです。僕シュプリームって実はいろんなアイテムが出てるんですけど、僕はね全部 T シャツをシュプリームは好んできていますので、持ってるね、シュプリーム全部をちょっと紹介させていただきたいと思います。全部でね7着、あとねこれ今着てるのがシュプリームのパックティー、着てますので、まあこれを合わせたらまあ8枚9枚ぐらいなのかなっていう感じで、はい、持ってますので、まあ僕のただね7着全部あるので、1着ずつ見せるとなるとちょっとね時間がかかっちゃうので、まあさらっとね、だからちょっとこう着る時間はないと思うんですけど、もしね着用が見てみたいみたいなのがあればね、コメント欄とかで教えていただけたら、なるべくお答えしようと思いますので、はい、早速ね、僕のお気に入りの T シャツ見ていきたいと思います。まずね、1着目ですね。はい、こちら。ファラオ・サンダース T シャツですね。はい、ファラオ・サンダースさんっていう、まあ、こう、なんだろうな、楽器奏者の方の、はい、T シャツです。まあ、正直ですね、まあ、前提として僕、シュプリームの T シャツっていうのは、全部ね、デザインで選んでます。100デザインですね。で、もちろん、こういう人が出てきた時とかは、なんかこの人って何やってる人かなとかって、その当時は調べたりするんですけど、もうちょっと忘れちゃってて。で、まあ、これもなんとなくね、こう、デザインがすごく良くて、まあ、これフォトティーって呼ばれてるんですよ。シュプリームってこう、有名人、著名人の方を、こう、フォト、写真に起こして、プリントするっていうのがすごく流行ってて、まあ、いろんなね、著名な方が出てきてると思います。僕も一枚あるので、後で紹介するんですけど、これはそのファラオ・サンダースさんっていう方の、T シャツですね。で、この人自身もシュプリームの T シャツの中に着てるっていうデザインが、またちょっと面白いなと思って、買いました。まあ、この黒人の方なので、なんかこの白とコントラスト。黒みたいなのもなんかちょっと面白いし、なんかこう着てて1枚ですごく様になる T シャツだったので買いました。まあ、ただねこれは 2,3 年ぐらい持ってるんですけど、なんだろうな、何かに重ね着合わせるっていうのはやっぱ結構難しいですね、フォトティに関しては。だからちょっとこう1枚でガバッと着るっていうので僕はね結構着ます。これはでサイズはね、僕は身長173センチで全部ね LXL を着るとかなりダボって大きい体型なので、今のシュプリームがどうなのか分かんないんですけど、まあ大体の方は L でいいんじゃないかなというふうに思ってます。でちょっとねシュプリームじゃないんですけど、こういうなんか音楽している人のこう T シャツ、これジャズ T なんですけど、これディジー・ガレスピーさんですね。これこういうね、なんかこうこの人はねなんかモノクロだから何かを羽織ったとしても全然いけるんですよ、これは。白黒だしね。でも、このね、ファラオ・サンダーさんはね、ちょっともう簡単なんでもう一回出すんですけど、ちょっとね、カラフルなんですよね。やっぱ、フォトティの難点っていうのは、この白と黒のコントラストが、良くも悪くもはっきりしてるので、この写真がすごく目立つと。なんかちょっとこう、ファッションのコーディネートっていう意味では、難しいのかなっていうのを、感じた次第でございます。はい、で、2着目ですね。こちら。はい、シュレックティだったかな。ちょっと名前はもしかしたら違うかもしれませんが、はい、これはまさにね、皆さんがご存知の、有名なあれをモチーフにして、まあ、シュプリームと、まあ、そのままロゴのロゴドンですよね。でこれは
これもさっきのファラオサンタスと同じで、もう1枚でドンですね。で、裏は何もないですね。なんかまあ、重ね着、これはさっきのファラオサンタスよりは比較的しやすいっちゃしやすいんですけど、結構このグリーンのね、主張、このシュレックの、シュレックって言っちゃいましたけど、の主張がね、すごいので、まあ、これもやっぱり一枚使いで、着てます。で、僕ね、下の、夏ね、下、こう、ブルー系のね、短パンを着ることが多いんですけど、ブルーを着るときね、このグリーンが結構邪魔だったりする、こともあるので、結構これも、やっぱシュプリームの T シャツは、こう、デザインがね、こう、秀逸なものがたくさん多いので、やっぱだから、それがメインのコーデになる。まあ、さっきのフォトティーなんかもそうですけど、なんかこれもちょっとね、この、小さい確かに、まあ、小さいというか、まあ、胸にね、これ、シュプリームって書いてるだけなんですけど、このシュレックのカラーとこの雰囲気が、まあ、良くも悪くもすごい特徴的だなというので、まあ、変えました。まあ、ただね、これ、なんかそういうさ、キャラクターものとのコラボはめちゃめちゃ面白いなと思って、なんかいいじゃないですか。こうね、ディズニーとかさ、こうジブリとかわかんないけど、まあ、そういうのがあったら、やっぱこう、お祭り感覚で1枚買ったって感じです。僕はシュプリーム、ここ2、3年に買ってたもので、多分ね、最新のものは今持ってないんですよ。だから、こう、北海道にいるときに、全部オンラインで買うことが多くて、今ね、東京に来たら、すごいね、どのお店も、シュプリーム発売の日とかは結構並んでたりすると思うんですけど、なんかね、オンラインで買うから、ちょっとその雰囲気分からずに買っちゃったみたいな時も、ございました。はい。で、次ですね、こちら、マライア・キャリー T シャツですね。で、これはちょっと人気だったんじゃないですか？多分僕が今持ってるシュプリームって、一世代前にちょっと話題だったぐらいの、ね、感じ。まあもちろんでも、こうなんだろう、全然、確かこれとかそんなプレネついてなかったはずなので、別にプレネがついてるから買ってるとかではなく、本当にもうデザイン、自分が好みだったものをポチッと押してるっていう感じです。まあ結構争奪戦で、シュプリームの場合ね、欲しかったけど買えなかったっていうものも、振り返ったら結構、あります。で、これはね、マライア・キャリー。これはね、これだけ、なんか当時の、何ちょっとプレネ、定価で買ってないんですよ、これだけ確か。ちょっと、定価が8000だか9000だったかと思うんですけど、プラスで2、3000円ぐらいして買いました、これは。これはね、ちょっと欲しかった。こう、なんか、まあ流行ってたっていうのもあるんですけど、こう、マライア・キャリーさんが、こう、クリスマスのね、コスプレなのか、こう、赤の着てて、まあ、文字もこう、メリークリスマス、シュプリームメリークリスマスベイビーだったかな確か、なんか書いてあって、で、すごいね、可愛いデザインだったので、来ました。まあ、これもね、ただ、何かと組み合わせるってめちゃめちゃ大変なのと、あとね、これは、すごいこれ僕の価値観の話なんですけど、このマライア・キャリーさん、クリスマスの衣装じゃないですか。でも T シャツってこれ夏に着るんですよね。だから、ちょっとその夏と冬のミスマッチが起こってるのが、まあこう、いいのかなみたいな感じでちょっと着てた思い出があります。ただ、これはね、結構、着てたんですよ。まあサイズ XL で一回り大きいので、なんか夏でもこうガバッと着て、北海道特に夏もそんなにめちゃめちゃ暑くはならないので、これで結構過ごしていることが多かったので、ここね、お尻の周りというか、ちょっとそこが、他の T シャツよりも擦れ気味の T シャツでございます。ただね、これも、なんかこう、冬にもね、こうなんかロンTの上に XL だから羽織れて着たりとか、なんかそういう年中使いたいなって思いがあって、ちょっとサイズを一つ上げた記憶が、あります、これは。面白いですよね。まあ、ただなかなか、着用しにくい時もありました。次4つ目ですね。これも XL サイズで、これが一番新しいかな。ゾウさんのね、これもう何のキャラクターかもうよくわかりませんけど、ゾウのね、シュプリームの T シャツでございます。これはちょっと面白くて、このゾウはなんかこうさ、夢食いのバクみたいなデザインで、あんま可愛くないんですけど、で、このお腹のところにこう、シュプリームのさ、パンツ履いてたりとか、でもなんかこう、僕もね、最初なんか、なんだこのゾウはみたいな感じで見て、で、最初スルーしてたんですけど、で、オンラインストアもちょっとまあ、そんなにこう急がなくてもまだ在庫があって、で、なんか見れば見るほどなんかこのデザインがなんか面白いなという風に感じてきたので、ちょっと買うことにしました。で、これはね、初めてというか僕の中では普段いつもね、黒の T シャツを買うことが、シュプリーム多いんですけど、グレーをね、ちょっと買ってみました。まあグレーで、まあただグレーってさ、こう、汗染みとかが結構目立ちやすいじゃない？で、僕は結構ね、汗かきやすいタイプの体質なので、ちょっとワンサイズこれも上げてダボッと着るようにこれは買いました。まあ、これはね、結構こう、グレーっていうカラーも相まってか、この何かを羽織った時にも、こう、まあそん
なにね意外と悪目立ちしない、まあ、グレーっていうカラーのおかげだったり、このなんだろうな、さっきのディジーの T シャツと同じですけど、こうなんかフォトティーみたいにこうなんだろうな、この反対色じゃないというか、これだから同系色じゃないですか、これ1枚でまとまってる感があるから、だからまだこう重ね着だったりとか、ね、何か合わせても全然使えるっていうのがこの T シャツのイメージでした。でなんかね結構着れば着るほどなんかね愛着がこのゾウにはね湧いてきました。で少しねこうプリントもハゲがね少しずつ出てきてるんです。ちょっとあるかな、ちょっとあこの辺ね、このあった目の目頭というかこの部分とか、なんかこれもね意外とあなんかちょっと愛着が湧いてきたっていう感じで、でもこれが比較的一番新しいやつだったと記憶しております。で次ですね、5枚目かな、はい、これですね。これはなんかのコラボだったんですけど、これ正直名前全く覚えてません。なんだっけこれ、 バブルだか なんだかちょっとこれ分かる気も教えてください。でこれは結構なんかこの前がなんかこうエイリアンみたいな、こうなんかピンクと青の文字の表と裏は結構目立っててこんな感じ、赤と青とこうなんかコントラストがあって、ここにシュプリームのロゴがポンって書いてあるっていうような、これは結構こうアート寄りというか、あのなんかのねキャラクターってわけでもなかったと思うんですけど、僕はなんかこのピンクとこのピンクのカラーとこのデザインとになんかちょっと惚れて買いました。正直ね、裏面僕これなくてもいいぐらいの感じなんですよ。これなんか表面のこのピンクと黒の感じ、このコントラストがすごく可愛くて、あとなんかこれさ、パッと見じゃこれよくわかんないじゃないですか。これエイリアンなの？結局今僕もこれ 2,3 年ぐらい着てますし、結構これもね実は愛用してて、ここねすごい毛羽立っちゃってるんですけど、結局今もよくわからず着てる。だからこれを何って聞かれた時に、いやわかんないっていつも言ってるので、まあでもなんかさちょっと面白くない？こうなんかだんだんシュプリームの T シャツって本当デザインが秀逸だなって思うのが、こうなんか最初はうんなんだこれみたいな、まあ、さっきのゾウさんなんかもそうですけど思うんですけど、なんかね見れば見るほどなんかあれなんかいいみたいな、で結局自分の感性に正直になって買うっていうことが多いので、なんかこう自分自身をこう信じながら買うっていう、なんか周りもちろんねシュプリームってこう人気のものもあるから、人気ですぐで売り切れちゃうとかもあるんですけど、なんかこうその人気だから買うとかじゃなくて、自分がいいと思ったものを買うっていうのがこのデザインをで選ぶっていう意味ではよくねいいのかな、まあ、そういうこういうのを買ってるのがまさにそういう証拠かなというふうに、思っております。で6つ目ですね、ただこれはね次人気で買いました。はい、シュプリームのねベリーファイだったかな、ベリーファイ T シャツみたいな感じだったと思います。これはなんかまあ人気だったんですけど、普通に僕はコンセプトが面白くて、これ分かりますかね、この中からなんか AI ボットを判断するなんかベリーファイがある、ベリーファイなんかちょっと忘れちゃいましたけど、このなんかベリーファイかなあるんですけど、この中でシュプリームを見つけなさいみたいな、まあこれなんか選んでさ、こう認証するときとかしたりするじゃないですか。それのシュプリームを選ぶっていうののデザイン。これはさ、普通になんか面白いよね。なんかこれはデザインがもうめちゃめちゃ秀逸で面白いなと思って買いました。で、これは結構ね、人気だった。これ何で買ったかな？ちょっと何で買ったかは全然覚えてないんですけど。でも、定価、プラスで買ったかな？なんかもしかしたらプラスだったかもしれませんけど、でもそんなにね、なんかめちゃめちゃすごい金を出して買ったわけではないかと。でもやっぱこの辺もすごい人気だったから、多分もうなかなか当時買いたくても買えなかったっていう人は多い気がします。でこれはなんかね遠くから見たらさ結局よくわかんないんだよ。これがこの9枚バラバラであるんだけど、これが何を表してるのかって初見じゃわかんない。でこの青のこのバナーみたいなところとシュプリームっていう文字が目立つから、結構こう重ね着した時とかも意外とこれは使いやすいです。まあもちろん1枚でもなんかこう変な悪目立ちの仕方をしないというか、なんかさっきのさ、なんかファラオサンダースとかさ、結構こう ひどいというかあれだけどさ、なんか大変じゃない？これを1枚ね、他と何か組み合わせるってさ、これ難しいんだけど、でもこういうさ、シンプルなんだけど、でもこの遊び心があるみたいなのが結構シュプリームやっぱ面白いかなっていうので、このベリファイティーを買わせてもらいました。で裏もね何もないのがシンプルで、結構これは1枚でも着るし、なんか何かに合わせて着るとかっていうのもよくしております。で最後ですね、これはちょっとね曰く付きというか、僕一番これが古い、
僕が初めて買ったシュプリームはこれなのかなと思うんですけど、これね、古着屋さんで実は買った、もういつの何かもわからないシュプリームなんですよ。そもそもね、これ本物かどうかも怪しいんですけど、まあ、札幌かな、札幌の古着屋さんで買ったので、まあ一応信じてね、買ってはいるんですけど、まあ、この、こういうこれぐらいの古いタグで、裏は、この L の US。あ、これ本当に本物か偽物か分かんないけど、まあ、普通に値段も安くて、でデザインがこれ良かったんですよ。こんな感じ、これさ面白くないですか。これカラーはブルー寄りの感じのカラーで、この人、これも誰かも分かんないですけど、これちょっとなんかこうなんかこうさ4コマ漫画じゃないけど、でこのプリントがさすっごいいい感じで、もうボロボロなの。これわかるかな、でもさ、あ、ちょっとわかるかな、ちょっとこの人の頬が若干割れてるようなとか、でコピーライトかわかんないけど、これシュプリームセーフティーフィルムみたいな、ここにもこう文字が書いてあったりするんだよね。なんかこれも結構こうなんか小さいプリントなんだけど、この幅がね、本当に一番小さいプリントなんだけど、でもなんかこう細かいし、なんかプリントのやれ感もいいし、なんかこの表情も微妙にこの人と違ったりするんですよね。これもなんかちょっと面白いなみたいなので、ちょっとね買いました。だからもうね、正直偽物か本物かとかね、正直どうでもよかったです。ここにね、でも袖のとこにもこうちょっとね、もうだいぶここもいい感じにプリントハゲができてるんですけど、シュプリームってなんか出てきてるかな、なってきてるので、なんかデザイン的に僕はこれすごい秀逸で、ただね、もうこの辺の日焼け跡とか結構ね、使用感はだいぶあるので、後ろのここもだいぶ、もう結構これが一番ボロボロかな。まあもちろん古着なので、これは僕以外の人がね着てた時からだと思うんですけど、一番ねこう使用感があって、いかにもこうヴィンテージ T シャツ感がね出てきて、いるので、なんかこう僕もなんかあんまりこう着ない時期もあれば、がっつり着る時もあって、すごくね愛用してる T シャツでございます。まあサイズ L で、まあ同じぐらいのサイズ感かな。本物か偽物かは本当わかんないけど、でもね、こう普通にデザインとして可愛い T シャツとして着ている感じです。本当にね、この T シャツに関しては僕ヴィンテージ T を最近ちょくちょく買うようになったんですけど、なんかそれに非常に近いようなこう風合い、生地の風合いが出てきてて、あ、なんかこれがこいつ、なんか最初はね、もうなんか手放そうかなとかさ、なんか正直本物か偽物かわかんない時期に、この辺のこう正規品とかをこうバンバン買ってた時に、なんかこう本物か偽物かわかんないから、なんかもう捨てちゃおうかなとか、売っちゃおうかなとか、なんかもう手放そうかなって実は思ったことがある T シャツなんですよ、これ。でも、なんか結局僕のワードローブにずっと残ってて、これだから大学生ぐらいの時に買ってるはずなんですよね。大学1、2年生ぐらいの時とかだから、本当に10年前、9年前ぐらいに、こう、札幌の古着屋さんで買ってるので、なんかね、すごくこう、だんだんこう愛着が湧いてきましたね。まあだからもうね、本物か偽物かとかぶっちゃけどうでもよくて、で、多分、よほどのことがない限り手放さないだろうな。別にこれ多分ね、価値はそんなないと思うんだよね。なんかよくわかんないし、そもそも何を調べたらこれが出てくるのかももうよくわかんないから、はい、なんかね、よくわかんないんですけど、まあこう、お気に入りのね、T シャツっていうことで。でも、こう、他の、さっきに紹介したやつらも、多分、その、なんだろうな、そう簡単に手放すっていうことはしないかなと思うので、最後にね紹介したシュプリームぐらいこうなんか風合いをよく自分自身でガンガン着て、たくさんねいい毛羽立ちだったりとかいい雰囲気出せるようにたくさんね服を大事にして着ていきたいなというふうに思いました。はい、ちょっとね7着紹介で着用なかったんですけど、結構やっぱりこう情熱を持ってね話してしまいましたね。ちょっと時間長くなってしまって申し訳ないんですけど、やっぱそれぐらい今日もね、だいぶ端折りながらスピーディーに説明したつもりですけど、やっぱ一着一着こう、たかが T シャツだけど、サレド T シャツでね、こう愛着を持って着ている。このパック T ですらもう何年着てるんだろうって感じで、ずっと愛着を持って着てたりするので、なんかそういう洋服の選び方、僕はすごい好きだし、なんかこう、語れると、なんかこう、ただね、安いから物を買うとか、ね、こう、みんなが買ってるから物を買うっていう考え方だと、やっぱりこう、自分らしさとか、自分の軸っていうのが出てくる。で着てこないと思うので、なんかねこう何年も着れるような T シャツとかをこうバンって買う、本当お気に入りの一着を、まあ、いくらだろうが値段関係なく買うっていうのも、まあ、一つ面白いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、特に T シャツだとねこう着てこうよれてくることはあると思うんですけど、まあ、それもなんか自分の味になったりするかなと思いますので、はい、ぜひねこう服
いいものを長く着るっていう習慣、文化を僕はもっともっと広めていきたいなというふうに思ってますので、はい、なんか皆さんもこう自分のお気に入りの一着とかがあればご紹介ください。もしね、なんか着用とか、気になることがあればコメント欄で教えていただけたら、お答えしますので、はい、皆さんもね、一緒にこう、まあちょっとこの動画を撮ってるのは9月なので、もうちょっとこれから秋冬にかけて、ね、T シャツ着る機会減ってくると思うんですけど、まあ、T シャツもね、こう着方によってはこう冬も着れたりね、また次の夏たくさん着れるように、整えておくとか、なんかいろいろやれることはあると思いますので、はい、皆さんもね、素敵な T シャツライフを、お過ごしください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。